中に送るミスマッチ張本ですが、ここも少し2人で抑えていこうという姿勢ですが、うまくかわして予約のファーストポイント、田中とカークのコンビネーション、中に送る、カークが量産体制、バスケットカウント、なかなかこのカークを今日は止めることができません、ミスマッチの時にポジション取るのが非常にうまい、タイムが伸びています。今度はバーレル、バーレルがジャンプシュートをうまく決めています。弾き出したプレーがありました。安藤シュートが戻っています。名古屋仕掛けになるか、レオライオンズ、ここからもスリーポイントを決めることができます。ようやく来ました、素晴らしい、今日初めてのポイントなんですが、もう一回、ここは強さを見せました。これは強い、はい、それがちょっとアピールしていたんですが、かわして決めてきた。バーレルを止めに来る、バーレルがここは個人技か、左サイド張本、中を伺ってブロックに来て、あその右サイド待っている安藤シュートにボールが出るのか、レオライオンズがジャンプシュート、うまさがあります。シーズンハイという数字を叩き出したレオライオンズです。早い、はい、やり返していきます。津山と斉藤匠、カーク、右サイド田中、木下が突くが、カークのコンビネーション、うまく合わせました。これが形です、アルバルク東京、さあ名古屋が、あっと狭いところを送り込もうとしたんですが、レオヤラウンズのパス、そしてカークに通ります。この時間帯は小林という名古屋、坂部仕掛ける、スピードがある、身体能力生かしてきました。ドライブでこれでまた10ポイント差ではありますが、レオライオンズカウントじゃないですか、バスケットカウント、しかもフリースローですよね、はい、今日は失点が多くなってしまったんですが、試合平均はここまで 77.1 というそのダブルク東京、そしてカークが決めていきます。2つに回して3ポイント来ました、今日2本目、張本がついている、仕掛けてボールはもう1回、3秒2秒、おさかべの成長を感じる、ここはスリーポイント、90点に乗せたアルバルク東京です。2020年最後のゲーム、アルバルク東京ホーム